のコンパクトな何サイズなのサイズなんですけど、なんと表紙をさせていただくことができました。ありがとうございます。ちょっと SNS とかにもいろいろ載っけたんですけど、タワレコと HMV と大型書店、そして Amazon にて購入が可能なんですけど、私も今日買ってきました。なんだろう、これがそのお店に置いてあってちょっと恥ずかしかったですね。普通に、なんだろう、まあ、本どこの本屋にも置いてあるわけじゃないんですけど、そのまあロフトじゃない、タワレコと HMV さんにも絶対置いてあるので、これが並ぶのはちょっと恥ずかしいなと思いながら見てきました。本屋よりかはタワレコと HMV に行ったら確実にありますね。聞かれなかったら、私もマスク、ね、今日というかいつも最近マスクと帽子なので買いました。そう、いっぱい並んでました。自分が恥ずかしかったけど、でもレジ横に置いてあって、買ってくださる方もやっぱりいるのかなって思いながら見てきました。本屋さんはなかなかね、なんだろう、紀伊国屋とか蔦屋とかなのかな、ちゃんとなんか本屋っていうなんかお店、イオンとかさ、そういうとこにある本屋にはあんまりなさそうだったので、ぜひゲットしてください。なんだろう、いろんなアイドルさんがいる中で自分が表紙になれるって本当にすごいなって思って。どうだろう、みんなはどの写真が好きかなとか気になってますけど、紀伊国屋は残り2冊、おおすごい、残り2冊だったの嬉しいね。タワレコとかにはいっぱいあったので、ぜひ見てください。実家にはもう届きました。5冊届いて、お母さんも買いに行ってくれたみたいで、1冊買ってきたよって。だから実家に今6冊あって、まあ、いろんな人に渡すって言ってたので。ってことで今日は、ミルフィーユ鍋にしました。豚バラと白菜のミルフィーユ鍋にして、その食べる調味料いろいろ味変したいなって思ってるので、ちょっと向き変える。まずは刻み生姜と刻みにんにくで、これは愛媛で買った私が大好きなジャコのオイル漬け、これは本当に美味しくて、お母さんが前買って食べてて、通販かなんかで、通販テレビかなんかでやってて、めっちゃ美味しくて、ただ愛媛にあったので、これとあとは今日やっと買ってきました、辛そうで辛くない少し辛いラー油、食べるラー油だよね、これ食べるラー油と、あとはこの辺はごま油で食べようかなと思って、あとは柚子ポン酢で、今日はミルフィーユ鍋をいただきます。まずは柚子ポン酢でいただこうと思います。ということでいただきます。今日はめでたいのでね、夜は炭水化物を食べないと私は決めているので、偉くないでもそれが続いてるの2日まだだけど、ちょっとだけ
いや、なんかキャベツにしようと思ったの、なんかもつ鍋風にしようと思ったんだけど、白菜が半額で、それは白菜にするよね。うん、ほぼしちゃポン酢。おいしい。マイク下がってる？嘘、急に？何もしてないぞ。また？なんで？たまにある。うん、ちょっと待って。治った？ニプピちゃん。タワーありがとう。ありがとう、ミプピちゃん。メモしないと。今日は よし。ミプちゃんありがとう。ミプちゃんゲットしてくれたかな。ありがとう。止まるのには変わらない。止めてるからね、自分で。止めてるからね、そりゃ止まっちゃうよね。ユズポン酢美味しい。そう、ちょっと意外と小さいんですけど、しっかりしてる生地ですね。生地、紙質ですね。うんふん、みんなもミルフィーユ鍋好きですか？何で食べようかな。初赤間の感想を聞きたい。いいですよ。なんか質問あります？食べるラー油で食べようかな。オフショットでもあの画角くらいしかないかも。ちょいちょいインスタとツイッターには載せるけど、でもなんかそう、そんななんかオフショットっていうオフショットはそんなないかもしらん。撮影自体はなんか撮影場所自体は結構なんて言ったらいいの、普通になんか撮影スタジオなんだけど、なんかその本当にただ壁で撮ったのよ。私は表紙だから、うん、だからシンプルに壁で撮っていただいたので。メイクは、メイクでもめっちゃ時間かけてくださった。私あんな可愛い、なんだろう、メイクしてもらったことなくて、めっちゃメイク上手でした本当に。衣装はでも何着か候補くださってて、でまあマネージャーさんがこういうのの方がいいんじゃないみたいになって、これにしますっていうふうになりました。
でも袴なんて大体卒業式で着れない、卒業式でしか着れないから袴着れるって思ってなかったの人生で、だから嬉しかったです。うん、そう、涙袋がすごくて、私もそれはもう研究しました。私ツイッターフォローしてるんですけど、インスタもの YouTube もチャンネル登録して、むつきさんっていう、夢につけて書いてむつきさんっていうめっちゃ有名なメイクさんなんですけど、むつきさんにしていただいて、もうめちゃくちゃ目パッチリでした。うん、美味しい。ゴミは食べません。お母さんも本屋さんはなかったって言ってたんで、どっちかといえばやっぱ CD ショップに置いてありますね。夜はお米食べない。でも今日お昼に牛カツ食べたからちゃんと夜は起きました。ねえ、ちょっと難しいよね。うち、なんか牛カツで迷って、どっち行こうって迷って牛カツにした。今日でも一段も食べたいんだ。よいしょ、やばい、ペロリなんだけど、ペロリ。ゲットしたよって方どれくらいいますか？そんなにいない、まだ。多分届くのももうそろそろ、でも届きそうだよね。ニンニク入れます。ニンニクとタイレ。あ、ロフトでの販売は聞いたんですけど、やっぱグッズがないそうで写真の展示だけあるっていう形でした。そう、むつきさんのメイクチャンネル、そう、イコラブちゃん出てて、しかも普通に MVがむつきさんメイクしてらっしゃってて、そう、ポイズンガールっていうイコラブちゃんの MV があるんですけど、
それにも月さんが出てらっしゃるので、出てらっしゃる、月さんのメイクしてらっしゃるので、取れましたか？ごま油かけようと。ねえ、ごま油は神だよね。何でも合うよね。がっつりニンニク入れちゃった。いった。みんなの夜ご飯は何でしたか？いっぱい来た。クリームシチュー、お好み焼き、筑前煮、レンチンの豆乳麻婆鍋、ハラム、たらこパスタ、マック、すき焼き風お鍋、すき焼きの残り、お寿司、ヨーグルト、冷蔵庫になったもの、トマト、ミートパスタ、フグ、カニはミネちゃん、鍋、マックとかさ。いいね。私、愛媛で食べたフグ、美味しすぎてもう忘れられない。なんか白子の天ぷらってあんな美味しいんだね。ハマりそう。ハマったところで白子の天ぷらってそんな頻繁に食べれるものなの？食べれない。1個ポン酢で食べて1個塩で食べた。でもやっぱ塩の方が美味しかった。ねえ、そう、朝露マルシェのさ、うどん屋さんめっちゃ美味しいのよ。みんな行った方がいい。あそこのうどんめっちゃ美味しい。私1回しか食べたことないんだけどめっちゃ美味しい。白子ってさ、魚によって味違うの？フグの白子を食べたこの前。6日までか。もう行けないね。私のファンの方、行く予定ない人はないか。だって次10日 ?9 日からだもんね。居酒屋とかにあるのかな、白子の天ぷらって。めっちゃ美味しいのよ、うどん。もっと言っとけばよかった。ゆずポン酢で食べるのが一番美味しい気がするんだけど。
居酒屋アイドル目指したい。これめっちゃ美味しいんだよね。ね、佐藤さんが言ってたさ、佐藤さんって距離あるね。安さんが言ってたサバのお刺身食べたいよね。おつまみって美味しいよね。ひなこと早くかき食べたいって言ってんのよ今。かき食べたい。でも今日はね、白菜をいっぺんに入れないから、ね、本当に今日一食分の鍋ができたから天才。白菜いっぱい食べて今日はお腹いっぱいになります。今年の生誕 T オタク感ゼロで助かりました。そうやね、そういえばそう、生誕 T シャツなんかさ、いつもこう写真とか入れたりしてて、なんかまあなんか、ね、みんなが着るかどうかわかんないけど、ちょっとオタクっぽいのやめようと思って、本当にここだけにしてみたちゃんとオタク、ちゃんとアイドルだけど、ここだけにしてみたよ。写真にしようと思ったんだけど、どうだった？明日後ろは全力で隠すゲットしてくれるみんな。あ、メール送る。今日送ってないもんね。もうはぁ、全く覚えてるやん。もうやら今来る。
タオルはタオルは許してよ。可愛くないでも。いやグッズいいんだけど、グッズの顔写真さめっちゃ昔でなんだけど大丈夫そう。やっぱりセット替えが良きですか。まあそうですね、セット替えがゆなちゃんにとって嬉しいです。ゆずポン酢が美味しすぎてさ、食べきるわ。でもちょっとお腹空いてきたからちょうどいい具合。いっぱいこぼしてる。ムクムクしてる。一人でだったらこんな食べないからね、きっと。うん。改めて初表紙発売を目、まず10冊あと190冊か。マイケイさんありがとうございます。嬉しい。190冊ゲットしてください。ありがとう。ありがたわです。嬉しい。ありがとうございます。みんな何冊買ったん？そんな買ってない？
10冊でもすごいよね、嬉しい。てかバナナ買った、今日みんな何冊買ったって質問は答えないスタイルなんだね。バナナ買ったの、なんか健康にいいってバナナ書いてあったから。私の感じは結構ありまして、ちなみに1冊です、うん、気持ちは100冊はい、ありがとう。バナナって何で食べる？普通に食べる？バナナなんて多分何年食べてないかな。すごい食べきった。すごいっていうほど大食いしてないけど、そのまま。あ、ヨーグルトね。ヨーグルト、バナナジュースとかやりたいけどさ、ジューサーがないの。凍らせる。うん。バナナ安かったから。チョコかけるってことか。溶かさないかんやん、チョコ。朝食べるのがいいのかな。朝がいいんだ。夜食べたい。夜は良くない？でもさ、炭水化物食べるよりは夜バナナ食べて腹持ちさせるのはいいよね。バナナチップ好きだよ。鼻水出た。うん、ダメって言われても食べる。
違うもの食べてもいいかな。うん、うん、ごちそうさまでした。美味しかった。炭水化物食べなかった。偉い偉いよ。毎日鍋食べようかな。夜調味料は半分くらい使ってないし、柚子ポン酢だけで十分でした。ちょっと片付けてくるね。刻み生姜と刻みニンニク、ラー油とじゃこのオイル漬け、私の調味料たちです。ぜひみんなも真似してみてね。なきゃいけないんだった。ご飯炊いとこうかな今日の夜。よいしょ。テーブル痛い。テーブルが汚いので拭きます。お片付けは、洗い物はしないけどお片付けはするね。なんかめっちゃシミになってる。何をこんなこうしてるのかな。汚い。とかってやっぱすぐ消化しちゃうかな。薬飲まんといかんのよ今日ね。病院に行ったのよ、耳鼻科に。そうで、なんで耳鼻科に行ったかっていうと、その耳から喉にかけて痛いって朝思って行ったんだよ。そしたら、私結構よく中耳炎になりやすいんだけどそう、中耳炎で
で、なんかそう、これって中耳炎ですかねって言ったら、うん、中耳炎だねみたいな。もう本当に1分で診察終わったの。1分もで診察終わっちゃって、で他になんか気になることあるって言われたから、あうん、寒いと鼻水は出ますって言って、鼻水のお薬とそうもらってきた。抗生物質の薬わかんない、何それ。そうかも、いっぱい飲むじゃん。これはでも寝る前って書いてる。これはいいらしい。今は1週間分もらった。すごい。でも私こんなに薬をさ今まで飲む機会がなかったからさ、嬉しくはないけど、なんか全然。でも耳鼻科は初めて行ったかも、人生で。前髪分けようか。いや憧れあったよ、なんか薬ボックスみたいな持ち歩いてる人とかいるじゃん。1日3回毎食後ってことはさ、1錠ってこと。頑張って飲みます。これは何、なんかさ、なんかさ違くね、薬一緒か。あ、開けた。私が見てるのが違った。これは薬手帳持ってる。お薬手帳に貼らないとダメ。これは朝ごはんね。結構持ってるよ。え、すごい、なんでわかったの。カルボス、そうカルボスステインみたいなのが入ってる。飲んだ。カルボなんとかってすっごい大きいね、粒。うん、飲んだ。よし、あとは寝る前に飲む。
シナモン。可愛くない？貼れるかな？貼れるね。ね、寝る前忘れそうだね。今日初めてだからさ、寝る食後とかはあったけど、寝る前のお薬は初めてだから、今日忘れないようにしないと。よし、なんで1ページ外したい、よし、落ち着いたよ。かわいいよねこれ、クマさん描いてる。いただきました。あー、入浴剤買おうと思ったんだ、忘れてた。入浴剤ないじゃん。寝る準備はまだまだできてないよ。遅くなったけど表紙おめでとう。イナジーさん、タバありがとうございます。やったー、ありがとうございます。私もゲットしました、ありがとう。やった、ありがとうございます。嬉しい、やったー。これ何ポイントまで？ 20 万が一番上？いけないねこれ。じゃあ50万が一番上でしょ？そう、50万まで行かないといけないの。あー、もう溢れちゃってわかんないわ。20万、30万、50万ポイントか。日曜日までか。でもめっちゃいいのもらえるじゃん。いいな。50万ポイント達成した人いるか。すごいね。めっちゃいいのもらえるやん。
私も希望であればこれ欲しいわ。シャワーヘッドは持ってるね。シャワー、あ、すごい、みんなも見れるんだ、これもらえるよってやつ。ひだちん達成したの？ダイソンのドライヤーならいくらでもあげる。嘘、欲しい。私ドライヤーさ、しょぼいのしか持ってなくて、でもスチーマーナノケアも欲しいしね、でもドライヤーも欲しいし、どっちかといえばドライヤーの方が欲しいかもしらんけど、でも30万だったらヘアアイロン欲しいし、20万だったら、ディオールかな。でもなんか20万のものはさ、自分で買おうと思えばさ買えるからさ、手に届くもの30万ポイントからだよね、やっぱ届かないものって。違う、ダイソンのドライヤーが欲しい。でもナノケアも欲しいな。だってこれ新作じゃない？わかんないけど、チームあったら絶対やるもん。今日しかもさ、電気屋さんにたまたま通ったから、電気屋、電化製品とか見に行っててさ、すっごいあの iPhone のキーボードが欲しくなって、携帯も変えたくなった。13を見に行ったんだけど、見に行ったっていうか見たんだけど、めっちゃ欲しくなった。わあ、いいなーと思って、ちょっとだけ13触って、キーボードも触って、マジックキーボード、いや、なんかこれが欲しい。この画面を触るとこが欲しい。画面を触るっていうのは下のこれ、ここでこうするのが欲しい。なんか仕事できる人みたいやん。ねえ、機種変もしたいな。いや、使わないんだけどね、使わないんだけど欲しいなって思ったの。あ、でも本当に使う時が来たら自分で買おうって思ったから。ねえ、 iPad とかって画面触っちゃうからね。そう、できる女子、でき、ね、見た目からできる系女子にしていきたいね。今はいらないけど。ねえ、13に変えたいな。すぐ変えたいわけじゃないけど、でももう2年経ってるよなって思って、あと今日マーキュリーデュオっていうお洋服屋さんを見に行ったんですけど、そこもめちゃくちゃ可愛くて、いや、なんかお高い
綺麗系の女性になりたいなって思った。いや2年以上経ってるんだよね。14出るってこと？14まで待てるかな？待てなかった時よね。いや、やっぱお母さんについてきてほしいわ。携帯変えるの私わかんない。自分じゃ何にも。アップルウォッチも欲しい、いずれは。でもエアポッツも欲しいの。もうエアポッツに変えたい。もう欲しいのいっぱいだよ。秋に14が出るんだ。ね。自分の誕生日にアップルウォッチじゃないな、エアポッツ買おうかなって迷ってる今。もうでも、ね、財布も買ったし、なんかちょっと大きめのなんかおしゃれなバッグ欲しいのは欲しいんだけど、まだ探せてなくて。今日ゆっくり時間、ちょっと時間あるから探そうかなって思いつつ、カバンとかお洋服とか。そう、でもイヤホンもまだ使えるからいいやって思うけど、エアポッツが欲しいのよね。財布はディオールの買ったよ。もうお気に入り、一番大事に使う。過去最高で高い財布かな。なんか今めっちゃ物欲あったみたい。久しぶりに今日買い物とかして思ったけど、フランフランも行ってクッションカバーめっちゃ可愛いのあったの。なんかこの子変えたくなってきて今。クッションカバー欲しいなって思った。ねえ、とかなんかマウジーとスライム見たんです。お洋服屋さん、ブランドなんですけど、マウジーとスライムのお洋服も可愛くて、なんか欲しいのいっぱいでした。何も買ってない、何も買ってない嘘。でも今日は病院行って、そうアイドルファイル探しに行ってだったから、クッションカバンは3000円とかした気がする。見てない、値段は見てないけど、これ可愛いっていうのが2つ3つくらいあったから。でもスナイデルの展示会に行って、スナイデルのお洋服が絶対もうそろそろ届くの。あ、バッグ届くわスナイデルのお洋服2着とバッグが届くから、バッグはいいとして、でもなんか今まではなんか安いお洋服とかいっぱい買ってたんだけど、
もうスナイデルとかマーキュリーデュオとかダズリンとかが可愛すぎて、まあちょっとお高いのよ、私が今まで買ってたとこに比べたら。だからそっち系に私はもう21歳になるのでそっち系に移ろうと思います。たまにはミニスカートとか若い服も着るけど、基本はそういうちょっと綺麗系な女性になりたいなって思ってきた。よりねえ、お洋服ってね本当にキリがないよね。大人な女性によりなります。上品な女性って言ったらいいのかな。頑張ろう。そう、自分磨きをいろいろしたいなって。髪も伸ばして大人っぽくなります。てかルカが髪切ってるのがマジで可愛すぎてさ、私ずっと言ってる、マジで可愛くない？ねえ可愛いよね、めちゃ可愛かった。でもここ何日かあんまりメイクしてなかったのよ。まあ忙しかったってのもあって、そうだからわりかし肌はちょっと今落ち着いてるかもしれない。ちょっとだけインスタライブしようかな。アイドルファイルも発売になったので本当にちょっとだけインスタライブはいつもちょっとだけっていう謎に言ってるのでちょっとだけします。今からします。でも今日目だけ目しかメイクしてないのよ、眉毛だけ。じゃあランキングを見ます。13位、香港のケーキアットマーク、7レンジャーアットマーク、ナトリドンさん。12位、マジバナちゃん。11位、テルキチャットマーク、ウナウナタンタン、ウナタンタンさん。10位、ヒユカの中心さん。9位、TK トンからアットマーク、タイのナトリドンさん。8位、ジュウさん。7位、茨城のダイムアットマーク、ナトリドンさん。6位、ケンキくんアットマーク、ナトリドンさん。ホイロロさん。4位、ユウキさん。3位、ミプピアットマーク、アイドルファイル表紙おめでとうさん。2位、マイキアットマーク届くの楽しみ、生誕グッズも絶対ゲットするだよさん。1位、みなじアットマーク、な鉄の成長見守りたいさんです。ありがとうございました。ということで
今日はアイドルファイルの発売日でした、ね、まだ届いてない方やゲットできてない方、またゲットしたら感想とか聞かせてください。ということでちょっとだけインスタライブしてきます。見に来てください。ありがとうございました。おやすみなさい。バイバイ。